では早速始めさせていただきます8月の第2週になりましてですねまだ政局がどちらの方向に進むのかはっきりしない部分がありますただあの、まあ、菅さんが退任するということはです、ね、誤差の範囲で、まあ多分間違いないというような認識のもとにですね我々は多分取材し動いているんですけども そういうその政局のある意味ではで、大きな軸になるようなですね新しい政策課題が誕生いたしました、今後、日本がですね原発をどう考えていくのか、それと関連して、中長期的なエネルギー政策をどうしていくのかということが、非常に日本の今後の生き様の中で,で、大きな課題として出てまいりました。 えー、日本記者クラブではです、ね、これをシリーズ企画、各党に聞くエネルギー政策としまして、えー、各党の代表の方をお呼びしてです、ね、お話をお聞きすることにしております。きょうはです、ね、あの立ち上げ日本の園田裕之幹事長、えー、それから、えー、12日金曜日ですね、これはあ社民党の服部良一衆院議員。 それから23日の火曜日です、みんなの党の枝田健次幹事長、24日水曜日、斉藤鉄夫公明党の幹事長代行今の段階ではお呼びすることになっています。 今日は川切に園田幹事長に来ていたただきましたあの園田さんについてはです、ね、あの皆さんも存じのように紹介ははぐみますがやっぱ政局の仕掛け人としてここ二十数年永田町を見てこられた非常に達見した政局の観察者でありますのでできましたら今後の政局についてもです、ね、いくつかあの下にともお話をいただきたいと。 え思っております。ではまずエネルギー政策の方から30分ほどお時間いただいてお話しいただいて、その後に質疑をして1時間程度で終わらしたいと思います。では園田先生よろしくお願いします。はい、あのそ田でございます。どうも。少 <laughs>、えー、数政党からあまりいただきましてありがとうございました。僕はでっきり各党をやってあの僕らがの残ってるのをまた喋るんだろうと思ってきたんですが、まあそうではなかったんですね。 でえーまあ、あのエネルギー政策については、ですね特に原子力については、まあ、私が少なくとも認識していたことの、このえーまあ、いい加減だったことをです、ねあの、まずあの言わなきゃいけないと思うんですね。でこれはもう、私自身があのそうですが。 安全神話ってよく言われますけどこれは本当に私も信じておりましてね、えー、まあ原子力という言葉が出てくるたびにいろんな騒動が起きるんですが、まあ、これほど安全なものはないじゃないかという気持ちであのおりましたが今回の事故で,です、ね、それは全部覆されてしまったわけですね。で特ににに私はあのこれ本当に率直に申し上げますがあの えその福島原発の,ですねあの建屋の状況なんかをずっとこうテレビで毎日やってましてね一番びっくりしたのはですねこれ恥ずかしいんですがあの使用済み燃料棒がですねあの建屋の中に何千本も冷却されてたっていうのを見ましてねなんだこれはと詳しく私は知らなかったもんですからあそこにその冷却されてしかも何千本も 何十年間も冷却されてるというのを知りましてですねまあこれはもうこれであそこに置かれてるだけでも確かに大変な危険性を伴ってんだなと思いましたしまあよく考えてみますとえ使用済み核燃料法の再処理施設それから最終処分場ですかこれは常に課題になってましたけどもそういうものを解決のめども立たないままに 原子力発電を次から次に作ってきたというのは確かに今言って遅いけどもやっぱり相当この原子力政策っていうやつが極めて念入りに実行されてきたかというとノーと言わざるを得ないと思うんですね。でそこで現実に愛熟が起きたわけですから脱原発か否かとこう聞かれると一番困るんですが。 まあそれは望むべくは脱原発があの望ましいとは思うんですが私どもなりにあの大雑把にこに考えてみますとですねあの原発をゼロにするということはあの無理があるということは、まあ、最初に申し上げざるを得ないというふうに思うんですね。でなぜかと言いますと日本のこの電力供給量を大雑把にいろんな人に話し聞きますとですね 例えばあのソフトバンクの孫さんが自然再生エネルギーの生産を制度的にやらせるべきだとでこれで20%は日本の電気供給量を賄えるんだとこうおっしゃるんですがいろんな人に聞いてみるとです、ね、私はそれはとても無理だと思うんですね20%というのは無理だと。 しかし、なるべくやっぱり多くの,その危険ではないしかも CO2 も排出しないあの電気、発電というものを考えなきゃなりませんからどこまでやれるかこれはこれであのやっていかなきゃならないんだろうと思います。ただ、私が不思議に思うのはそのいや今、のその法律をですねあの国会で審議してるんですね。 でまあ、自民党の中にはエネルギー,ー政策が決まらないからとかです、ねえー、まだその採決はできないんだという声があの大きいと聞いてますがそれは私は言いがかりだろうと思うんですね。何もこの今度の法案にです、ねえー、どのくらいのものを生産してです、ね、そしてえ全量買取制度ですからそこで生産されたものを電力会社が いくらで買い取らなきゃならないなんてことは法律に全く書いてないんですよ。これはあの自然再生エネルギーをなるべく多く生産してで生産されたものは電気を供給する側にですねあの買い取らせるんだということが書かれているだけでありましてその制度設計というのはまだこれからなんですね。だからこの制度設計に向けては相当慎重な議論は私は確かにあの必要だろうと思います。 孫さんのおっしゃるように、えー、ありとあらゆるところにですねあの太陽光発電、まあ、水力風力、うん、そういう発電設備を作ってそしてあのできたあ生産量は例えば電力会社に通常の倍ぐらいで買い取らせるんだということになりますとですねこれはあの事業として考えると間違いなく儲かるんですね。 あの資金をちゃんとお持ちの方はですね、間違いなく設かれます。従って、その事業者が多額の利潤を得て、それが結果として、日本全国の企業だけじゃなくて、各ご家庭の電気量がものすごく上がってしまったということになると、これは国民感情は、それはそれでまた問題出てくるんですね。ってどのくらい その電気料金に跳ね返ることを抑制できるかどうかそういう議論は全くされておりませんから今度の法律をまず作った上でですねえ実際の制度設計に向けてえまあ年内には議論をして一つの制度を作っていくことが必要じゃないかとで私はこの件に関してはですねあのむしろあの大きな資本を持っておられるところよりは 零細、むしろ中小企業というか零細企業に対してですね特に田舎では建設業とかなんとか今もうとても新たな仕事はできない状況にありますからこういう方々にですね設備補助をして国が設備補助をするそれから資金はで融資、ね、のあっせんを国がちゃんとできるようにしてあげると。 いうことにしてです、ねえー、こういう零細規模がなるべく数多く参入してそしてそんな広大な土地じゃないにしてもちょこっとでも空く土地それから特にあの農業の耕作放棄地っていうのは確かにものすごい今増えてますからこういうものを集積してですねあのそういうところにあの発電をしてもらうとでそれを買い取っていくとで必ず事業としては大した利潤じゃないかもしれんけどある程度の雇用が確保できて しかもあの10年間ぐらいで投資したものは焼却をできてです、ね、あとは安定的に少量ずつではあるけれども日本全国で集めるとです、ねまあ、かなりの量の自然再生エネルギーができるんじゃないかとこういう方向にやってみたらどうだろうかなというふうに思っていますそれからもう一つはじゃあ原発をこれからどうしていくのかという大事な問題なんですが 私はあの先日九州の佐賀県の玄海原発の、まあ、点検も終わってですね再稼働に向けて、まあ、経産省および海江田さんが動き回った時に、まあ、菅さんがストレステストなんていう多分ご本人はご存じなかった言葉だろうと思うんですが急にそういう言葉が出てきてですねでまだ再稼働には至ってないんですがあの時ですね 私は九州ですからあの九州電力に電話して聞いたんです幹部の人にあるより1ヶ月ぐらい前にそしたらあの限海どうなってるんですかって聞いたらあの今、現海町とずっと話し合いが進んでいてですね実はあの緊急設備安全のための緊急措置あの設備をいたしましたとそれからさらに、えー、フワインに聞いてですねその安全基準を もう本当に100%に近いと言われるぐらいの,その安全基準を示していただいてですねそれに基づいて3年間設備をしていくという約束をしましたと、限海町と限界長等ですね、ただ、限海町長,長も佐賀県の知事も特に佐賀県の知事はですねこれはないない話でいても意味がないと、もしそうであれば安全基準をちゃんと国が示していただいて、新たなそれに基づいて、会社が そののための設備をしていくんだとしかも最後には万が一事故が起きるようなことからすべて国が責任を持つということさえ明言していただければあの再稼働について OK サインを出しますということだったんですねでところがその後、まあ、それに基づいて経産省が動いたんでしょうしかしこれは国民の目から見ますとです、ね、あるいは住民の皆さん方もそうなんでしょうけども どのくらい安全なのかなんてのは全く示されておりませんでだから、やっぱりこの段取りって非常にやっぱまずかったんだろうなと私は思うんですねで私はストレステストなどというものはですね私も分かりにくいし国民も分かりにくいどのくらいその安全基準を高めたんだということをきちんと示してその上でその基準に合格したならば再稼働を許すということにしていかなきゃならないんじゃなかろうかと思うんですね。 で私は最終的にはですねあの事故が起きた時に思ったんですがアメリカやフランス原発先進国が非常にやっぱり赤星ごとやっぱり日本に言いましたですね非常に甘いということを言ってましたでその時にその国際基準を設けてこれからはあの原発の稼働をさせないといけないということを言ってたんで全くその通りだと思ったんですねもうこうこなったらですね日本国内の 原子力なんとか委員会やらあるいは保安委やら国民はもう信用しませんから特にあの国際基準を i い e a あたりで一つきちんと決めていただいてですねそれに基づいて原発を稼働するというすること以外に方法はないんじゃなかろうかと思うんですねで当然この方法でやりますと、えー、まああのまあ 基準が高まればその基準に合った設備をまたしますから多分、再点検に入った原発はほとんどがあの OK ということになると思うんですがもう1つの問題は耐用年数の問題というのがよくやれますですねじゃあ、これ40年も50年も経ったやつが本当に大丈夫なのかという問題が出てきますで、どのくらい経ってどの,どのようにその原子力発電所がなったらもうそれは廃炉に向かうのかと。 いうことも決めななきゃいけないけんですねでこういう順序でいきますとだん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 原子力発電所の数っていうのが減ってきますからその減ってきた原子力発電と並行しながらさっき申し上げた自然再生エネルギーおよびよく言われる新たな少しコストは高いけどもですね燃料を用いた発電所。 そういうものがですね数がぴったりどうやって合ってくるのかこれはあのなるべく早いうちに計算をしてですね日本の発電総量をどのくらい確保していくのかということを考えなきゃいけないんじゃないか,なかと思います。でもう一つ最後に申し上げたいのはですねじゃあその原子力をなぜそこまでやるのかということ一つは総量が足りないということ。 もう一つは CO2 排出の量が少ないということそれから安定的に計算できるということ自然再生エネルギーだと本当に安定的に計算できるのかどうか分かりませんからということだろうと思うんですねでよく言われた原発はコストが安いというのはです、ね、私はこれからちょっと役に立たない理屈になると思います。なぜかとと言いますと これは安全基準を高めるために相当な設備投資していかなきゃなりませんから私は自然とあの原子力発電のコストも高くなるだろうと思うんですねそう考えますと日本の,この発電コストというのはですね今でさえ競争力はあのないんですが高くてですねさらに高くなるということはもう確保せざるを得ないんじゃなかろうかというふうにあの考えておりますで私はまあ今望みたいのは そういういすべての計画を出して国会で話し合ってですね国民の理解を得てそのレールに乗ってやるということが一つ大事なことだと思いますしまたそのレールを作ったならば具体的にどうやってやっていくのかということも決めることも必要だろうと思います。で当面私はは一番気になっておりましたその原,海原発をはじめとする 点検済みの原子力発電所をですね、えー、なるべく早く、えー、安全を確認してもらって稼働させるっていうことがやっぱり必要だろうと思いますなぜならば急にご案内のように日本の発電量は大幅削減をせざるを得なくなりましたからこれはもう夏場はとても間に合いませんもう今すでに夏場入ってますけどもこれから特にですね産業界が、まあ、世界がこのようになってね 産業界が必要とする電力量というのは一体どうなんだろうということがまた新たな問題として出てくるわけですが本当に日本がその競争力を持って物の,の生産を続けるどころか拡大していくというつもりであればですねなるべく早くやっぱりその原発の再稼働をとりあえず始めるということが極めて必要じゃないかというふうに思っています。 特にあのご案内のように東北のですね被災地域があの電力がやっぱり足りなくなってえ一番問題だろうと思われした東京電力が電力を融通するそうですからそれぐらいの状況でもうあることはもう間違いないんですね。したがってこれから西日本も関西中国九州四国この中部ですねこの辺りでのこれからの電力供給っていうのを きちんと整理をしてです、ね、やる以外に方法ではないんではなかろうかというふうに考えております。まあ、以上が大体、かなり大まかですが、我が党のエネルギー政策というふうにの考えていただければよろしいんではないかというふうに思っています、はい、ありがとうございました。 では、えっ、ー、と何,何点かじゃあ司会の方から質問させていただきます、えー、今日の司会はあの企画委員の倉重と申します。よろしくお願いします。えー、っとですね。非常にあのアウトラインが分かりやすい形でですね。うん、あの、原発のこれからの在り方を示していただきました。まず、最初にですね。その原発の安全がですね。 えー、基本的にこれまで、まあ、結果的に言えばですねさっきおっしゃったようなあ驚きとともに内外がしろにされていた側面があってです、ね、こういう事態になって今後安全をどうやって担保するかが最大の問題になるというお話でした。でそのの担保の仕方として まあ、国の基準よりもむしろ国際的な基準を作ってもらってそれをやらせたらどうかという話でしたけど、まあ、この話非常に合理的で分かりやすいし国民にもすとんと落ちる部分があると思うんですがただ国際基準の場合ですねちょっと細かいこと言いますと日本は自震国としてですねやはり独自の安全に対する備えをですねプラスアルファでする必要があるんじゃないかという議論もね必ず出てくると思うんですがそれについては何かお考えはありますでしょうか。 あの私はね、多分その国際基準というのはあのどういうものなのか、どういう根拠で作るのかというときにね、多分議論されると思うんですよ、この日本のようにです、ね、特別に地震が多くてあの、通常の基準では危ないというところまで議論してくれるんじゃなかろうかと、うん、こう思ってますけどね、うん、その段階で,です、ね、そういった基準が入ると,いうこと。 ですね、あとその、やっぱり原発をどうするかというのはその日本の経済をです、ね、どう今後この局面で将来を展望していくかということと非常に見せつかぶんだと思うんですよね。今おっしゃったようにまさに経済界がです、ね、どういう送電力量をです、ね、これから日本のために必要としているのかという、ね、計算が必要だと思うんですが基本的な物事のスタンスとしてね えー、やはりその、これは成長戦略ともあの結びつく話だと思うんですが、やはり日本はです、ね、これから、ねえー、その韓国、中国に負けないようにです、ね、ある程度の,その成長率を持ってその進まなきゃいけないのか、それとも日本はまあ成熟経済というです、ね、これから先はです、ね、もうちょっと違った、ね、これまで違った道を生きていくべきだという議論もあると思うんですね。 でこれはあの、園田さんのずっとルーツである先駆けの頃を振り返りますと、ですね<ー>その質実権国家という、うある意味じゃ、なんて言いますかね成、成長よりもむしろ中身というような。 主張されて、そういう流れがいまだにずっと宋田さん主演には残っていると思うんですが、そういった観点から含めてです、ね、この成長戦略との絡みにおけるです、ね、この原発政策というものの捉え方というのは、どうしたらいいかというのは、いかがでしょう。うんええ、あのまずその日本の経済がこれからも あのものすごく高い比率で成長していくという高望みはもうあのするのは間違えているとこれはあの今になると余計そのように思うわけでただそ,のそれなりに安定的にですよ年率でいくらかでも成長していかないとその国民生活というのは維持できなくなるんですね。そういうい意味ではやっぱり あ,のある程度の成長を確保するためには、えー、非常に今危険な状態に日本はあると思うわけです。で他の国と比べてその競争力にだん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 負ける要件が出てきましたからこの世界経済がですねものすごくあんまり伸びないでいる中でねで競争力がないということになりますと間違いなくマイナスになりますねここれマイナスっていうことはですね。 えー、必然あの、国民生活を切り詰めてもいかなきゃならないう方向に向くわけでありましてこれをどうあの脱却して、えー、ある程度の成長路線で乗せていくかというのは今一番大事なんですね、うん、で特にあのその国際競争力という意味では、まあ、一番分かりやすいのは輸出なんですけどもあの今まで日本はあの法人税が高い。 で人件費は高い、土地代は高い、関税は高い、えー、これだけの理由でもってです、ね、日本の企業はあの海外で生産をして、でこれは昔はです、ね、海外に生産拠点が移ったときっていうのは、中国やアメリカなどに工場を移したように、そこが消費地であるから、消費地で生産するんだと。 いうんんでで移ったんですね今はもうそうじゃなくなりまして、うん、消費地でも何でもないところにですねあの日本の会社の生産拠点を移してでそこでなるべく安価なものを作ってですねあの日本の国内で需要をされる分も海外で生産するとそういうことにあのなってきてしまったわけですね。でこのの事態を避けないと、えー、日本の 雇用の場、それからそういう企業が生み出す仕事の下請けとか中小企業の方々に対する仕事の量がどんどん削減されていって、ですね結果として日本の内需という意味でもですね特に日本の国内で仕事をされる方々がですねそのうち日本から商売相手がいなくなっちゃったと。新聞なんかも 典型だと思うんですねあの新聞を売ろうと思ったってまあその新聞を読まないって別な理由はあるかもしれませんけどその大体対象人数が少子高齢化で減っていくとこを持ってきてですね仕事する人もどん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 海外行っちゃうということになると国内で仕事がもう成り立たなくなっちゃうんですね。そういうあのピンチに、えー、来てる時にですね一番最後に私はいくつかあの共通力ないと申っし上げました。 これはもう決定的なんですねだからやっぱり生産活動をやって当たり前の家庭生活を営むための電力供給量というのはこれから数年間どのぐらい必要になるかということを見定めないと大変なことになるんじゃないか,かというふうに思ってますけどね、はいえー、この原発と政局というね テーマなんですけどもその、原発エネルギー政策をどうしていくかということは、今、あの立ち上がりの,その構えを聞かせていただいたんですけど、どのこの問題というのはです、ね、どうなんでしょう、その政治的にはです、ね、ど,どう解決されるべきものなのかという問題、定義なんですけどね、これはそのある意味では選挙でね、 えーまあ、国政またとしては非常に大きな問題でしょうからいずれかしかるべき時期にある選挙でこれを中心にテーマに据えてです、ね、議論して国民の意見を聞くべきなのかあるいはさらにもっと直接選挙的に言いますとイタリアのように、ね、国民投票的なもので えー、国民の意見を反映させるべきなのか、それともやはり議員内閣制の中で、えー、時の政府がですね方針を示して、そのある程度の問題を解決した後に、えー、その結果を他の結果とともにですねその国民に問うという種類の性格のものなのかですね。 菅さんは一時、その原発解散って本人が考えたかどうかわからないんですけどね、周りからそう言われたこともこれあり、ですねこれをによしとする世論もあるんですけどね、その辺の原発と政局といいますか、とのか関わりについてはど、どんなふうにお考えでしょうか私はねあの、原子力政策ぜか非かで、あの国民にしようとをたってですね、 国民は迷うばかりだと思うんですね。だから私もやっぱりこの後菅さんがお辞めになって、えー、まああとそのそれに関するご意見もあるかもしれませんがあの多分こういう状態ですからあ与野党が一定の枠を作ってですね両方が責任を持って、えー、課題をいくつか解決するということをしなければならないと思うんですね。その中にエネルギー政策っていうのは当然入れなきゃいけないわけでそれを あの選挙の時に国民に信用を問うということでいいんではないかというふうふに思いますけどね菅さんはその国民に聞きたかったんじゃなくてこれを言えば俺の人気がまた上がるだろうと思って言ったら一手に過ぎないんですよ、あの人は。そういう人ですかそううい人だということを国民は見抜いちゃったんですよ世論調査を見るとあの菅さんの提言というのはおおむねあの評判がいいんですね、うん、で,すでも菅さんにやってくれという意見はどん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 減るばかりでありますよね。 そこはもう国民が見るいているというふうに言ってもいいんじゃないかと思うんですね。うん、動機が良くないいんですよいやあのせっかく菅さんの話に入ったんでですねそ,そっちの方の話にちょっと移りたいんですけどねあの菅直人さんが本当に辞めるのかということでいまだにね真面目な顔をしている自民党の方々も相当多いんですけどね。うん えここまで来た以上ね誰が見ても続かないとは見えるんですけどもその辺はそ田先生はどんなふうにごってますか僕はもう結論から言うと今月中にはもうやめざるをえなくたなるだろうと思ってますねでねこれはねあの本人がそのつもりでいるかどうか分かりませんよ私本人とも全く会話がなくなっちゃいましたしであの人と親族、うん、を腹打ち明けやって 話す政治家というの言えなくなっちゃいましたから、うん、あのそういう意味じゃわからないんですね間接的にもただ私はあの谷垣自民党総裁はじめねあの自民党の方々に申し上げたのがあの特例交際法っていう法案ですね、はい、あれをなんで通さないんだって私は言うんですよ、うんうん、でその通せば結果的にやめることになるんですと。 しかも、あの法案はですねそ,のそれほど大事なものなのかて言うんですよ私に言わせればあの与野党で最後の決め手に使うんだみたいなことをその自民党の中に言う人がいるらしいんでねねバカバカしいと思うんですねただ単にあれはその赤字国債を今年発行していいかどうかということを許可を得るか得られないかという法案ですからそれは確かになるべく赤字国債を減らすために あの交渉してですね子どもとやっていいか減らせや減らさというのは分かるんですがもうほとんど公明党さんが中心になってもうそれを決めてしまってで6000億ぐらいあの当初から減ることになったんですねそしたら今度はまたじゃあ高速の道路無料化とか農業の個別保障とか高校無償化とかですねそれからも減らせたなんてまた言ってんですねでもこれね政策やったことある人は分かるんですけどね 農業の個別保障なんていうのはあのもう減らえ削れないですよでじゃあ来年からその農業政策を改めてどう話し合うのかということはその話し合えばいいんだって自民党だって同じ農業政策に対する、うん、あの予算を提案してるんですねだからもともと金額から言えば減らせるもんじゃないんですそれから高速道路は無償化をら諦めたんですねすでに。 であの高速道路を値下げするというのはです、ね、実は自民党時代に決めたことなんです、であまり新聞にもかかりませんけれどもあの道路財源で一般財源化でだいぶ下がりましたね、あの時私が自民党の政調会長代でやってましたからあの道路財源から10年間で2兆5000億を高速道路を値下げのために使うというので法律を通してあるんです、つまり10年間分2兆5000億を予算組んであるんです、これは。 で毎年2500億は高速道路を値下げで使わなきゃいけないことになっているんですそれ以上無料化するために他の財源を持ってきて民主党がやろうとしたのが問題であってうん、うん、それをやめたと言っているんですから別に問題ないんですよで,す、ね、で高校無償化はね現実問題としてやり始めたものこれやめられますか私はちょっと無理があると思うんですけどねそういううい意味からと,いうとヘリクスを言って ただただ通さないと言ってるに私は近いんじゃなかろうかと。でというふうにまあ谷垣さんにも申し上げたんですが谷垣さんは艦が信用できないとやめるかどうかと言うんですねで私も信用してませんよ約束してるわけでも何でもないただ言えることは特例交際法というねもう次の政権には関係ないようなことを通してしまってですよ しかもさっき申し上げた再生エネルギー買い取り制度もですね具体的な設計はこれからだという方向性だけはみんな納得しているのがそれを通してしまってですねそして、それこそ自民党が言う次のステップに我々は入りたいんですとしたがって関西はやめてくれとそのときこそ問責決議でも内閣信任案二度出せないと言われるけど今度出せばですね 民主党さえ反応すする可能性がありますよ堂々と出せばいいじゃないかと橋川さん、まずに向けてそしたら今度はメディアもですねうん、うん、こんな時に政局であの時間を潰してる暇はないとはいう声は多分少なくなるだろうと次のステップに入りたいんだから整理することはした上でですね何としてでも9月から新しい枠組みを作ってですね我々頑張りたいんだというのは通るじゃないかとだから菅さんが辞めるか辞めないか。 信用しなくたっていいんだとやめざるを得なくなるんだとこういうことを私はあの申し上げているわけですね先週末から特例公裁法は今週中になんとか私はなるんじゃなかろうかとあとはあのそのエネルギーの問題ですけどもこれも方向性ぐらいはです、ね、法案として成立しなくたって方向性ぐらいは簡単に今週中に確認できるんです。だからそういういことを 民主党も自民党も公明党も、まあ、一番困るのはです、ね、あの民主党って政党が党の手を成してないものですから党全体で何か相談しようという雰囲気は全くもともとないんですねで。自民党もここに来てや、ね、ったらとその主戦論者というのが声が大きくなっちゃって、ね、なかなかまとめにくくなっているということはあるんですけどまあそれぞれ気がついてくれるから今週中にはなんとかなってでお盆書はいよいよ。 菅さんやめるかやめないのか、やめないとなれば、それこそ不信任案でも何でも出して、ですね一気に、菅さんを潰して、それでもう早く新しい民主党の代表選挙をやってもらって、ですねそれで新たな総理大臣を作って、でその総理大臣の移行次第ですけども、私はやっぱりこれだけの課題を抱えてますから、連立は無理ですよ、それはあの連立は無理だと思いますが。 限られた課題、震災、財政、経済、エネルギー、それからもう一つ言えば、あの定数削減ですね、国会議員の。これだけの課題はです、ね1年ぐらい、1年ぐらいの期限を決めて、でそれに賛同する野党,集野党も集まってです、ねで、共に責任を持っていこうじゃないかということを早く始めなきゃいけないですね。 そのようにすべきだと思う<や>し、まあ、そのようにできるというふうに思ってますけどね、うん、はい、えー、ありがとうございますでは会場の皆さんから質問を受けたいと思いますどうぞ NHK の OB NH の,の中島と申します あの園田さんはです、ね、原発ゼロは無理だとおっしゃってる、で片方で耐用年数にも触れられて、だんだん減ってくるというふうにおっしゃってるんですが、そこをきちんと詰めると、結局原子炉、いずれ将来原子炉を新設するということにならないと、今の話はついつまが合わないと思うんですが、新しく原子炉を作ることについてのお考えを聞きたいと思います。 あのそうなんですね僕の計算から言うとそうなんですあの全部廃炉になっちゃうとゼロになっちゃいますからあのどこかであの電力供給を埋めるためだけの,あの原子力発電所とて認めざるを得なくなる可能性はあるんですね。でそれが、まあ、その私が言うその安全基準というのが国民がそれを信頼してくれるのかどうかということにも関わり合いを持ってくるし電力供給の全体量がだんだん分かってきますからその時にあのもし もしかしかてです、ね、そこまでしなくたって、電力供給を賄えると、電力供給を全体で賄えるということであれば、ゼロでもいいんじゃないかと、賄、ま、えな,ないということになったら、どういう条件を求めてです、ね、新しい原発をいくつかです、ね、認めることにするのかということになるかと思いますね。はいえー、よろししいいでしょうか続いてどうかてどぞお質問 はい、どうぞ個人会の小林と申しますこの,この原発問題、この事故についてですね、これだけまあ世界的にも大変な事故を起こ,した起こしたわけですが、この責任というのは、責任の所在というのは、どこにあるのかですね。 政治としてはどういうふうに考えておられるのか正解としてですねそれからその先ほどおっしゃってましたあの、まあ、誰もその安全性について保安院とか安全委員会というのは誰もせあの信用する人はいないんだとまさにその通りなんですが、えー、新しいその、うん、体制は環境省とか内閣府のもとに置こうとしていますがこれはあの 例えば、三条委員会、公正取引委員会のような全く独立した機関の方がいいんじゃないかという声もあります、まあ、この2点についてお伺いしたいんですが。最初は何でしたかね、あのえー、責任のこれはあの原発、えー、事故の,あの賠償法でだいぶ議論になったところなんですけどね。えー まあ、あ,のあの賠償法で今の政府から示された案を見るとですね東京電力に責任があるんだということでございましたがこれは修正をいたしましてこれは一番大事な修正だったんですがまずは国に責任があるんだと国の政策に基づいて作ったということ国の示した安全基準に基づいて作られたことであるとだから国が責任があると。 いうことだろうと思います。また、法律もそのようになりました。それから。2番目が何でしたかね？あ、これはねおっしゃるように、私はやっぱり30が正しいんだろうと思いますよ。あの何で環境省とかあの内閣府で揉めてんだろうと思うんですね。 本当に独立したあの小鳥のような本当の権限を持たせて国民から信頼されるような機会にするためには私はやっぱり35歳だろうと思いますねはいありがとうございますはいどうぞはい。個人会員の村野と申します立ち上がりは早期解散を求めていたと思うんですが 今のお話ですと、ポスト間与野党協議でまあ1年ぐらい、えー、いろいろな懸案を片付けてとおっしゃってました、このこととその早期解散論とのこの兼ね合いはどうなんでしょうか。あの早期解散、全く求めてません、我が党は。あの最初からあの早期解散すべきだなんてことは言っておりませんででで多分政党党うと自民党だけじゃないですか そういうい、ね、とても我々は今の状況を考えるとですね解散してその空白期間を作ってで空白期間を作っただけ作ってもいいんですよそら作ってもある程度の空白期間を犠牲にしてでもですね政治がものすごく良くなるという可能性があればそれは解散しても構わないと思ってるんですけど今のまま解散したところでですねじゃあまた国民に。 じゃあ自民党か民主党かあるいは嫌ならみんなの党とかまあ一部立ち上がれとかですね、支援してくださいよというシーンを問うとしてもですね、私は何もね、今以上に政治力が強化される結果が出ると思えないですね。だから私はこの1年間はあの私の案ではですよ1年間はこの与野党で枠組みでやる問題解決に全力を尽くして結果を出すと。で、 それを出したら与野党で今一緒にやったやつは一回解いてしまってですねまたバラバラにして各党がその執行に基づいてですね意見を言い合うとでそういう期間を経て選挙をやるのが正しいだろうと思ってだから私は2年ぐらい先が正しいだろうと思ってますよ最初からそう思ってますはいどうぞ。 えと企画員の泉です。あの今のこ党にちょっと関連するんですが宗紗、まあ、さんはずっといわゆる政界再編ということを考えておられたそしてあの今の発想からいきますともちろん2年後にバラバラにして改めてそれぞれの党が信を問うということですが今の私たちが見ている政党の枠組みでいうとそれでも同じことになる。 可能性があると思うんです先先ほどあのテス先生に触れられましただから政治の形をですねやっぱり大きく変える選挙ということをですねそれぞれ民主党自民党だけでなくて他の党も全て考えてやるというのが我々の政治ジャーナリストから見ると一番正しいと思えるんですがそのようなことがありうるのかできるのかそれから園田さんが。 えーまあ、やってこられたことはその延長線じゃなくて手前の方にあると思うんですがそれ、何か具体的なその展望はございますかあのそうあるべきだと思うんですねで、あるべきどころか、もし次の選挙にです、ねえー、そういう形で国民に信を問えなければ、もう全く意味がないと、私、思っているぐらいです、ね、あの枠組みを変えて再編成の理想的な姿かどうかわかりませんよ。 今みたいに自民対民主なんていうそういうんじゃなくてまた全然ね、まあ、できればですよ私は自民からも民主からもですねあの今のこの政治勢力の中では、えー、最もいい仕事ができそうな組み合わせを <laughs> 作ってねで国民に信を問うてもらうと二大政党とは違うかもしれないけど二大政党なんて今更考えてもですね 両方うまくいかないんですよ今のところは最終的にはあのそうなってほしいけどもそれだったらより良い政党をあの作って次の選挙で信を問うということにまず最低限しなければ、ね、あの無理だと思いますねで。そこで目安があるかと言われましてもこれは、ね、あの最初倉近さんが言われましたけども仕掛け人なんて私が言われた僕は仕掛けたこといっぺんもないですやむをえずやっただけの話であってね。 でこれ仕掛けたって、ね、うまくいかないんですよ、大体。だから私は必然性がないとやっぱりだめだと思うんですね。で、それに望みを持てるのは今、私が申し上げたような与野党の協議体がね、あの今言ったような課題でできた場合に、今、一つ一つの皆さん方、ちょっと考えてもらいたいと思うんですが、どの政党もね、ピシャッとまとまってね、これでいこうなんていうのは一つもないですよ、例えば財政。ね、当然社会保障と 税の一体改革やらないいか自民主党も大半は反対自民党もかなり多分相当の数反対だろうと思うんですねましてや定数是正なんて言ったらもう大混乱ですよねでこういうことを考えますとねこういう課題をやって与野党でやってくると一つの政党の中で相当不協和音が出てきますしねこれは同じ政党でこれは将来もずっとやっていけるかどうかっていう こととに私はなるだろうと思う思んですね一生懸命やればやるほどそうすると別れて選挙にやるときに私はこれはおそらくうーん特に民主党ね民主党は今のままじゃ選挙を勝てませんからどっちみち2年経ったって支持が上がるととても思えないんですねだからこれはやっぱり同じ政党の中で大勢の人がね一緒に死んじまうなんてことはまあ,あのみんな嫌うだろうと思うんですね。 したがってまずは民主党にやっぱ分裂をして選挙をやるという可能性は相当高いと思わざるを得ないしそこを自民党の方がそれを捉えて、ね、相手が分裂していることからいい,いいことだというふうに暗観としていたらです、ね、選挙をやった結果自民党が大統領になったとしても参議院は、ね、またねじれたまま国会はもう今以上にうまくいかないということを考えてくれる自民党の人たちも大勢いるだろうしねそこでなんか いい組み合わせができないかなと、そこには必然性はいくらかあるんじゃなかろうかなと思いますけどね。はいどうこ個人会員の石井と申しますが、どうもあの政局の話とエネルギーの話と行ったり来たりで申し訳ないんですが、今度は原子力なんですけれども、日本の原子力開発政策というのは、基本は核燃料サイクルを作るという。 ことで長年やってまいりましてあの門司だとかあの所花島に作ってるわけですが、ええ、あの原子先生のおっしゃるようにこう原発をだんだんやめていくとなるとこれはいらなくなるわけでいずれ核燃料サイクル政策って言うんでしょうかこれはあの撤退されると考えておられるんでしょうか。あのそういうことはあり得るでしょうね、えー、少なくとも原子力を今の三十パーセント四十パーセント五十パーセントに増やしていこうというときに。 必要な課題だったわけでゼロにならなくたって減らしていくことだけは間違いないんだろうと思うんですねだからそういう政策に力を注ぐということはやっぱり見直さなきゃいけないんだろうと必然性あるんじゃないかと思いますけどね、はい、続いていかがでしょうか。 はい、どうぞ毎日新聞の塚田ですす、えっと、点お伺いしますあの1つは冒頭おっしゃられたあの核燃使用済み核燃料の問題ですけれども、仮に、まあ、あの国際的な基準で安全性が担保されたと、安全規制機関もしっかりできたということがあっても、その部分というのは、もう相当今、たまってるし、処理方法もほとんどアメリカですら見つかってないと。 で要するにも、例えばモンゴルに持っていくようなそんな案しか現実的なものがない中でそれはどういうふうに進めていくのかでもう一点あの先ほど大したことないとおっしゃられた法律の特例公際法案ですけれども、まあ、今回の騒動の中で、まあ、あのやはり政権を揺るがすような、まあ、大きな駆け引きの材料になるというのが明確になったわけですが、まあ、ねじれが今後続いていくという可能性がある中で まあ、特例公際法案というのは本来どうあるべきなのか例えば衆院で優越した方がいいのか<ん>衆議院での優越があった方がいいのかとかああ、まあ、そういったあのものについてのお考えをお聞かせください、まあ、原子力に関連する、まあ、いろんな能力の問題ねこれは最初に申し上げたようにもともと問題があったんだなとそれだけの能力なかったんだなというのが私の感想なんですね。 でそういううういいい意味ででももう減らしたくならしたななょがんですよあの仮にあの私が言うように、まあ、さっき申し上げたのは全体の供給量が足りるかどうかっていう起点で申し上げたけど基本的にはそうじゃなくても減らさざるをえないんでしょうねそうしないと原子力発電を最初から終わりまですべてあの賄っていくだけのやっぱり能力はなかったんだなというふうに思わざるをえないと思うんですねそれから特例交際法はですね。 確かにあのこれ、政権を取った側から考えますとね、予算と同じように、市議院の優先権があれば本当にあのいいんでしょうが、そう簡単にいかないんですね、やっぱり。だからそこはどうしようもないんですが、私はそのことよりも、やっぱりこの衆参の在り方っていうのをですね、あの一任制にしろという人もいますが、その簡単になりませんから。 その参議院のこの政党から脱却する参議院というのが何とかできないのかなと、それが解決しないと次から次にねその他のこともね衆議院にあの優先権を持たせないとおかしいじゃないかということになって参議院の意味なくなってきますからね私はそういう考え方をもちろんすべきじゃなかかろううなという気はしますけどねよろしいですか。 はい、次いかがでしょうか先生あのいいですかこの、先ほどおっしゃったです、ね、この定数の話ですねこれもなかなか非常に難しい問題なんですけれどもこれだけで そのの物事を済ますのかですでねあるいはあの選挙制度改革ですか選挙制度改革という問題がです、ね、今日今日なんかも、えー、いきなりこの加藤浩一さんとか、えーね、渡辺さんとかああいう方々の間でね1つの議員グループができるような流れになっておりますし多分あの角田先生もその 中に入,れて入られていくような話を持っているんですが、この選挙制度と定数の問題というのは、2年後のさっきおっしゃった選挙にんで、どういう段取りで物事を進,進むべきだとご覧になっていますかあのまず定数削減はね、これは自民党も我々もそうですが、民主党も公約してんですよ、この前の選挙で。はいで 4K、4K というけどこの国会議員の手数削減の公約を実行しようとしないんですね、これは必ず問われます、あの選挙までにだからあやらざるをえないんじゃないかと、ともう一つはあの違憲判決が出てますね、格差、はい、この問題もあの努力しようとしないとこれは問われるんじゃないか,かと思ってましたね。 でその際、選挙制度改正をやってしまえというのは私の下心でして、ね、これはもう非常にあのあ理由を言えばあの小選挙区制を実行した時のです、ね、私は一生懸命やったほうですから私がやった政策課題の中でこれほどあの悔いを残す課題はあの政策はないんですね、うん、結局、私が思ったようなあの結果が出なかったの小選挙区制。 むしろちょっと心配した点がもろに出るようになってしまったんですねつまりそれは何かしったらあまりにも政党ばかりがあの政党の評価が優先されてですねこのこの議員の評価というのがもう二の次になってしまったということで結果としてあの今与野党を通じて国会議員の人たちを見てみますとうん、うん、やっぱり国会議員の平均点はもう私が国会議員になった当時と比べるば相当落ちたなと。うん これはやっぱ選挙制度にも相当理由があるんじゃなかかろうかとで私がもうすでに選挙制度を考えておりまして定員3名で2名連帰にしたらどうかとでこれをやるとあの政権交代可能だと言われた小選挙区制を無視するのかと言われてもです、ね、3名選挙区で連帰制だと政権交代は可能です、これは必ずあの小選挙区とは違う結果が出るかもしれないが常に政権交代は可能であると。 それからもう1つは人物で選べるということ民主党を支持したくたって2人で出ているうちの1人は支持するけども1人はとても支持もしないとなったらみんなと支持するかとかそういうことが可能であるそれからもう1つは2大政党と言いましても第3政党って必ずいますから日本はアメリカみたいにはいかないと思うんですね第3政党以下を選択する余地をこの定員3名という選挙制では残す可能性がある。 ぜひそうしたいと思ってますが、そううまくいくかどうか分かりません、うん、その下心はあれですかあの表に出ちゃったわけですけれども、これから先、相当広がりをあの結構、有力な方々がね皆さん同じような方向に走り始めてるような気もするんですけども、えー、ただ、これはねあの加藤先生なんかに申し上げるんですけど、定数削減をやるっていう大前提で、その方法論として、 選挙制度が、ね、今のほが正しいのか、思い切って変えられるのかということをやらないと、選挙制度ばっかが表へ出るとです、ね、自分たちの都合のいいように変えるんじゃないかというふうに、また言われますそれとです、ね、先ほどの話をしていて、やはり政界再編が不可欠ということですよね、今の枠組みでは、なかなか国民が投票できるような、革新案としてね、体制になってないと。 いうことなんですけどその場合、ですねその政策の軸ですね旗、旗みたいなものですねこ、この指止まれになるようなね新しい人たちが集まる集団、集団が自民から民主からも出てくるときのです、ね、旗はですねど,どんなものになるのかというのは、ね、うん、ちょっと予言していただけますい、ね、いやいやこれはねだからね、うんあの、その与野党協議で4つか5つの課題をやってると、ええええ、もう鮮明になってくるわけですよ。うん こういういい方向で行きたい税はこういうふうにいきたい経済、うん、はこういうふうにいきたい、ねはいはい、結果として日本の国づくりってこういうふうになっていくんだって出ていきますからねうん、うん、誰かが旗を掲げてやるほど優れた人なんかいませんから今政治の世界に結果としてそういうものを大事にする人たちが集まって一歩の渡しになって信を問うということになるのが一番いいんじゃないでしょうかね。 この,須先生の長年のこのキャリアの中でずっとウォッチングされてきて民主党自民党それぞれの人材ねがいると思うんですけどもまああのこいつがどうのこうのというようなねあ,のあれはいけないと思うんですが人を褒めるのが悪くないと思うんでですねあの人物月刊といいますか何人かのその 今後の,この日本の政治をです、ね、2年後の選挙があるとすればその時に活躍していただけるような人物を何か挙げていただくわけにはいきませんでしょうかあのただ一人この人がリーダーになればという人はいませんだから何人かがそのチームを組んで核で、ね、になってやるということが必要なんでしょうねそういう意味では民主党には依然として優秀なあの楽しみな人たちいますよ 前原さんにしたって枝野さんにしたって岡田さんだって不器用だと言われるけどもあの不器用さっていうのはまた魅力でもありますしねうんそれはあの自民党だってその谷垣さんがなかなか決断しないって言うけどもあの人の,その物事を理解する能力っていうのは自民党の中にはやっぱ極めて高い人だと思うしそれから林芳正さんなんていうのはね。 えー、理解力もあるしうん、うん、政策に詳しいしうん、うん、そういう人たちがこうまとまってなんかできないのかなと思うんですね、うん、なるどね、うんうんえー。皆さん、えー、どうでしょうか、まあ、聞き漏らしたことがおありになればお手上げて聞いてください、えー、あと1問ぐらいが大丈夫だと思います、えー、いかがですか。うん えー、星さんいいですかいはですね、えー、いや、じゃあ、今日きょ、ね、あの,あのエネルギー政策の第1回ではあったんですけども、えーね、日本の政治のエネルギーがどちらの方向に向かうのかということについて、ですね <laughs> 主にちょっとあのあ進路についてお聞きすることが多くなったと思います。あの えーまあ、これから本当に多分8月いっぱいに辞めた後どうなるかということは、ですね日本の政治の局面で非常に大きな議路になると思いますし、そこで園田さんのですね、えー、過去の人脈を生かしたいろんな動きが出てくるとまた思いますので、それを注目していきたいと思います。 記者クラブからネクタイを贈呈して、ですねで園田先生の,この記号についてご説明をします、立ち上がれ日本園田裕之、初心に、初心忘るべからずですね、実に達筆であります。ありがとうございました